もくんチャンネルです。はい、今回はね、ちょっと、前回ね進んでたこのミニデコの、ジャイアンですね。はい、箱で言うたらこのミニデコのジャイアンですね。はい、箱では赤色のキャビンボデーになってますが、僕はこの青色ですね、ボーンペイントのクリアブルーを吹いてます。はい、今ね、ちょっと、まあ筆でね、細い筆でちょっとしてもちょっと色ね、まあ、飛んだりとかしてましたので、ちょっと爪楊枝でね、これちょこ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 と色を塗っていってました。はい、で、バックミラーとか、はい、で、まあこのはしごですね、はい、とかね、まあこれは今乗せてるだけなんですけど、シートデッキですね、これ外れますね、今のところは外れます。はい、まあアンドンをつけたりとか、このシートデッキの上のとこにね、マーカーランプの色をね塗ったりしてからこのダンプに乗せたいかなと考えてます。はい、で昨日夜ねちょっとやってましたが、サイドバンパーのこれちょっと今剥がれてますね。はい、また後からちょっと直しますけど、サイドバンパーのこの横のね、メッキのシールですね。はい、今ちょっとボコボコになってますが、後からやり直します。これ、周りが、メッキのシールです。はい、でこのね、リアのフェンダーですね。はい、タイヤハウスのとこもメッキのシール今貼ってます。はい、で昨日ね、まあこの10トンダンプとかね、まあ飾ってるダンプの人らでしたら、わかるかなと思いますが、まあこの横はね、この横はまあかさ上げっていうか、まあプラバンでね、僕やりました。でこのケツブタですかね、ケツブタのとこに上にね、こんな感じで、まあ三角のやつですね、これもプラ板で、一個ずつねちょっと測って、でこんな感じでやりました。はい、でこれもねメッキシール貼ってます。はい、で、テールランプのとこですね、もうクリアレッドとクリアオレンジを塗ってます。はい、まあ、あとはね前にも紹介したこのね、タレゴムですね。はい、タレゴムは100均のね、この今まだ新品なんですけど、剥がしてないんですけど、このねなんか革調シートみたいな感じのやつが5本セットでね、いろんな色のやつが5本セットで100円にであります。まあダイソーさんとかでありますね。まあ今これ色違いのやつがこれ2本今あるんですけど、これのこっちの部分です。
あの紺色みたいな感じのやつを切って、ここにね、見にくいと思いますが、タレゴムをつけてます。はい、まあ、こっちもね、メッキのシール貼りました。はい、で今ちょっとね、シードデッキ落ちたんですけど、まあまたね、ここにマーカーランプとかもありますし、でここにね、部品ですね、アンドンとか、そういうのがあります。はい、でまあこのリアバンパー、まあリアのね、テールのとことかで、ホイールで、この長いサイドバンパーですねとかは、このダンプには使いませんので、置いておきます。はい、で前にね、まあ僕買ったミニデコなんですけど、このね、真剣勝負ですね、それにも合うかなと思って、まあ一応置いときます。でね、このミニデコのシリーズやったら、僕がこのジャイアンとこの真剣勝負とを、持ってるんですが、まだね、破壊王とか、ドスコイなんたらっていうやつが、はい、あるんで、あと2台、まあもし買ったらね、作ったら今のところ全種類揃えるかなと思います。まあまたね、このあと2台ね、破壊王とドスコイなんたらっていうやつですねは、来月ぐらいに変えたらいいかなって思います。はい、今のところね、このプラモデルも、4つも5つもね、作ってる途中で置いてるんで、それを片付けていかなダメなんで、まあ一つずつね、ちょっと作っていきたいと思います。はい、まあなんか今日ね、雨降るかどうかっていう天気で、なんかこの天気でも湿気が多いような感じなんで、色吹いたりとかね、できないと思うんで、でこのダンプね、ちょろちょろと改造していってます。はい、まあ、今回はこんな感じでね、このミニデコのジャイアンですね、はい、それを作っていってる途中です。またね、次回、まあ、ちょろっと進んでるかなと思います。はい、それでは今回はこの辺りで紹介を終わらせてもらいます。はい、お疲れ様でした。ともくんチャンネルでした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、グッドボタンをよろしくお願いします。それではバイバーイ。